こんばんは。ラーメンズナビの時間です。今日も美味しいお店はどんどん紹介しますよ。今日は高佐野みのる市真名弟子の店ガチンコラーメン堂ひいらぎ、そして京都を代表する濃厚つけ麺の店つけ麺マンです。大阪と京都の心意気を感じますよ。ガチンコラーメン堂ひいらぎはひいらぎの原点、豚骨スープがベースのガチンコ炙りチャーシュー麺を出品します。シビアな感覚を持つ大阪で喜ばれている納得の味です。このチャーシュー麺、ダイナミックな見た目と裏腹に実はとても繊細。玉ねぎをつけて角の取れた醤油だれ、たくさんの野菜が溶け込んだスープ、しっかり絡みやすい特製麺、チャーシューは煮込んだ後に炙っています。うちの売りがものすごい手間をかけたチャーシューになっておりますので、ぜひともそれをね、食べていただきたいと思っております。ピコピコポイント、見た目がおもろいだけじゃなくて味もバッチシやで。この北陸ラーメン博にようやく呼んでもらうことができました。北陸のお客様、ぜひともご来店お待ちしております。よろしくお願いします。人と同じことはやらない、すべてはうまい、その一言のために、ガチンコラーメン堂ひいらぎのガチンコ炙りチャーシュー麺を北陸ラーメン博でどうぞ。つけ麺マンは一番人気の濃厚つけ麺を出品、特にがっつり系の男子学生には大人気です。スープは毎朝大量の豚骨と鶏ガラを割合を決めて圧力寸胴の中に入れて136度の高温で瞬間的に熱して、で旨味をたっぷり凝縮したものを取り出して作ってます。そのスープと合わせるのがエビやホタテなどで作った魚介だれ、濃厚豚骨スープに負けない風味を放ちます。がっつり系に人気とあって肩ロースのチャーシューは厚切り、特注麺はしっかり冷やすことで麺本来のうまさを引き立てます。ピコピコポイント、かすかに香る柚子の香りが京都のおしゃれさを演出してくれます。北陸の皆さん、つけ麺マン北陸上陸します。ぜひ食べに来てください。よろしくお願いします。136度の高温で炊き上げることで旨味をギュッと引き出した濃厚なスープが魅力的、つけ麺マンの濃厚つけ麺を北陸ラーメン博で食べてみませんか。これは外せませんよ。それでは明日またお会いしましょう。バイバイ。